ロベール・ドローネーは20世紀前半に活動した、フランスの画家、ドローネとも表記される。抽象絵画の先駆者の一人として知られる。妻のソニア・ドローネーも画家であった。ドローネーは、ワシリー、カンディンスキー、ピエト・モンドリアンと共に抽象絵画の先駆者の一人で、あり、フランス人の画家としては最も早い時期に、完全な抽象絵画を描いた人物の一人である。 エッフェル島ドローネーは1885年、パリに生まれた。1903年頃から画家になることを決意し、世紀の絵画教育は受けていなかったが、ゴーギャン、スーラー、セザンヌなどを研究し、制作を始めた。また、フランスの科学者で、色彩理論家のミシェル・ジェーヌ・シュブルールの色彩の同時対象に関する理論を読んで影響を受け、初期には、 スーララの新衣装派の影響を受けていた。1909年頃からキュビスムの運動に加わり、エッフェル島、サンセブランジーンなどの連作の制作を始める。1910年には、ウクライナ出身の女流画家、ソニア・テルクと結婚。また、この頃からジャック・ビヨン、フランシス・ピカビアらのピュートーグループの画家とも交流を持っている。ピカソ、 ブラックラのキュビスムの画家たちの画面がほとんどモノクロームに近かったのに対しドローネーの画面では色彩が主要な役割を果たしていた。またエッフェル塔、飛行機のような近代的モチーフを好んで描いた。英仏海峡を初めて飛行機で横断したブレリオへの献示が書き込まれた作品、ブレリオに捧ぐはその例である。ロシア出身の画家、美術理論家で 中小絵画の先駆者であった、カンディンスキーもドローネーに強い影響を与えた画家の一人であった。カンディンスキー、マルクラを中心とする画家グループ、青騎氏がミュンヘンで開催した第一回、青騎士展にはドローネーも出品していた。カンディンスキーは、その返礼として、自分の著書、芸術における精神的なものについて、をドローネーに送ったのである。 ドローネーは1912年頃には早くもキュビスムを脱し、窓の連作などの純粋中傷に近い作品を制作している。前衛芸術の擁護者であったキオーム・アポリネールは1913年に行った講演の中でドローネーに代表される絵画様式をオルフィスムと呼びピカソラのキュビスムと区別している。オルフィスムは ギリシャ神話の音楽家オルフェウスにちなんでアポリネイルが造語したものでドローネイラらの作品を他のいかなるものからも影響を受けていない独自の芸術、音楽と同様の純粋芸術と位置づけたものである。ドローネイは妻のソニアと共に第一次世界大戦中の数年間をスペイン、ポルトガルで過ごし1921年パリに戻った。1920年代にはアンドレブルトン、 トリスタン・ザラなど、シュルレアリスムやダダイスムとも交流を持つ。画風は1920年代には、エッフェル塔のシリーズを再開するなど具象に近づいたが、1930年頃から、再び抽象に転じ様々な色彩の同心円を組み合わせた、リズムの連作などを制作した。1937年、パリ万国博覧会の航空館と鉄道館の、 フレスコがリズムの一の三を制作。1941年、モンペリエでガンのため没した。遺体は1952年にイブリーヌ県、ガンベイに再埋葬されている。1979年に亡くなったソニア夫人も共に埋葬された。ありがとうございます。